神の世、そして王道。それは不正室の天才諸葛亮が劉備に指し示した道しるべ。だが現状の劉備の力では神の世など幻に過ぎない。再び慶州に攻め入った曹操の大軍がその現実を物語っていた。この危機は諸葛亮の知略で切り抜けたが、劉備の前途は暗かった。劉表が没し、後を継いだ劉宗が曹操に降伏したのである。守るべきものを失った劉備は曹操軍を避け南に向かう。この一刻を争う行軍はなぜか遅々として進まなかった。劉備は慶州の民と一緒に逃げていたのである。劉備に救われた人々、劉備の人徳に惹かれた人々、神の世を共に目指す同志を劉備が見捨てられるはずはなかった。そしてついに長藩の地で劉備は曹操軍に追いつかれてしまう。神の世は圧倒的な力の前に幻と終わるのか。劉備と趙雲、そして民の覚悟が問われようとしていた。承知した。私が必ずお連れする。さあ、行きなさい。ここは俺様に任せとけ、ジョン。はい。曹操軍よりも早く見つけ出さねば。助けてくれ。敵将撃ち取ったり。ありがとうございます。よし、死ねぞ。敵将撃ち取ったり。ありがとうございます。
いておけ。次は容赦しねえぞ。敵将撃ち取ったり。ありがとうございます。劉備の跡取りを探せ。ここら辺で見かけたという話だぞ。長子竜、はい、さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。これ以上ここに留まる必要はありません。馬を使いすぐに撤退しましょう。
赤子を連れた将を襲うのは無粋ですが、見過ごすわけにもいきませんね。私には不要。またお会いしましょう。敵将討ち取ったり。長半峡を渡れば逃げ切れるはずです。急ぎ向かいましょう。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。